策する。決着をつける、必ず。まだあんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。あいつのせいで俺たちの仲間がたくさん死んじまったんだよな。あいつは紛れもなく人類の敵、逃がしてやる道理はない。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。
よかったわ。怪我はないか、早く避難しよう。おい、立てるか。船まで走るんだ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし故郷を取り戻す、その思いを遂げるため彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。おい、貴様！はっ！貴様は何者だ？シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです！そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか？祖父がつけてくれました！アルレルト、貴様は何しにここに来た？人類の勝利の役に立つためです！それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろを向け！貴様は何者だ？トロスト区出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た？憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか？はい。おい、誰が座っていいと言った？こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか！何者だ！